もご利用いただき誠にありがとうございます。セーターをご依頼いただきました。シミの着状況ですが、左の肩口ですね、肩口、付近にちょうどこの付け根ですね、付け根付近ですけれども、こちらに、シミの付着があるんですが、はい、このシミの周辺見てください。周りの色と比べて少し白くなっておりますが、お客様がねご自身でシミ抜きを試みたそうですけれども、その際の影響によって若干生地の毛羽立ちとちょっと色調の差が生じている状態になります。はい、まあ、いわゆる目玉焼き状態ですね。シミが残って、まあ、周りの、まあ、色が抜けてるわけではないとは思うんですが、まあ、このような状態になっている、まあ、ちょうどね目玉焼きを焼いたような状態になっている、ことを指していますけれどもはい、あと、はい、ちょっとこの、袖の部分見ていただくと微妙に色に差があるのが分かるかと思います。はい、このシミを除去された際に用いた、漂白剤なのか洗剤なのか、まあ、いずれの影響かわからないですが、ちょっと薬品焼けしたような状態が見られます。まあ、いろいろ試されたそうですね。いろんな洗剤とかシミ抜き剤試されたそうですが、まあ、中でもね、塩素系の漂白剤ですね、キッチンハイターも、その一つということで、申告していただいているんですけれども、はい、そうですね、どのシミ抜き剤の影響かというのはちょっと特定できませんが、はい、そういう薬品類の影響もあるような状況です。はい、素材を確認させていただきます。はい、ウール 100% の品になります。はい、少しそうですね、質感が変化しているような感じも見られます。手触りが、ウール本来の柔らかさが損なわれて若干硬くなっているような、状態も見られます。はい、サイズについては、どうですかね、元の寸法がちょっとわからないんで、どの程度縮んだり硬くなっているかというのはちょっと特定できませんけれども、それほど着用に影響するほども、縮んでいるわけではなさそうですが、こちらもね、後でまた可能な限り、整形させていただきたいと思います。はい、それではね、早速進めていきます。シミ抜き完了しております。はい、薬品だけによるトラブルでしたが、まず左の肩口ですね、はい、この辺りに黄色いシミがあったかと思いますが、はい、まあ、なんとかね、目立たない程度になってね、除去させていただくようになりました。はい、シミの他には、袖全体がやはり同様に薬品焼けしている状態が見られましたが、はい、どうでしょうかね、まあ、ほぼほぼそうですね、均等な白さに、解消できているかと思います。はい、光の加減でよく見るとやはり若干違いがありますが、しかし当初のね、明らかに違う状態と比べますと、かなり改善することができております。肉眼で見るとほとんど違和感ない状態だと思います。はい、シミがついたからといって、そうですね、
ご自身で医療見舞いで見まねで心理を試みてしまうと、このようにトラブルに発展して逆に状態が悪化してしまう場合がございます。特にですね、塩素系の漂白剤の使用は、絶対しないようにしてください。やはりね、完全に治すことができない場合もありますので、はい、まあしかしながらですね、まあ、うまくしていただけるくらいまでは、修正できたのではないかと思います。はい、この状態でお届けさせていただきます。ご利用いただき誠にありがとうございます。